さあ皆さん、これなんだかわかりますでしょうか。これは今日お母さんがそらくんに買ってきてくれたものなんですけれども、来週金曜日にですね、そらくんとスキーに行きます。で、これはですね、スリーウェイネックウォーマー、帽子になる、マフラーになる、それから、口のあたりをですね、温めてくれる、便利な、ものですね。今こっちで BGM を弾いててくれたのがそらくんです。じゃあこれちょっと、せっかくお母さん買ってきてくれたんで、どんな感じ、まずじゃあ帽子からいってみてくれる？トゥルッチュトゥ。ちなみに今そらくんが弾いてた曲はですね、ピアノ教室のクリスマス会でそらくんが、こういうこと、それがまず帽子多分で、次が泥棒、次が泥棒ですね。そうですね。で、最後が、首のあたり、こうなると一番低いの。うん、ということでした。サイズがちっちゃい。ちょっと小さかったかもしれないけど、それでもあったかくていいよね。お父さん弾いてみ。俺？俺は弾けないでしょ。チャラチャラチャラチャチャチャ。ダメ、音が足りない。ここ見てください、ここ。ここには、手で隠さない。あ、これ私のほら、20世紀少年版の飛行機が。飛ばしてみよう。えい、あ、失敗。こっちでは茶太郎が寝てます。そらくんが向こうの方でピアノ弾いてますけども、そんなのはお構いなしにグーグー寝てます。